誰かが随分手間暇かけてここに住み着いてるようだな。しかもあまりいい目的じゃなさそうだ。これは気楽さいどころの話じゃないぞ。まさかここにいるやつは。火気反応を確認、総員警戒を。伏せろ。で、物陰に隠れて。ニーナさん、統制隊の留意を確認。防御兵器に行こう。よくやったディマ。エレナ、敵の位置わかるか。死にしました。デバイスに転送します。ディマ、レティシア守ってろよ。接敵する者にシールドを展開することが戦略的優位を確立すると提言する。レティシアを守れ、これは命令だ。レイ、危険ですよ。警戒態勢を。青白い肌に角。あの大男やレティシアがあったというやつの仲間だな。貴様ら一体何者だ。ああ、今さらなんだ。伝承の魔物の姫でなけりゃ、お前、あの大男の仲間だな。何者だってのはこっちのセリフだ。まさかこんな辺境にまで追跡してくるなんて思いもしなかったわ。ベランジェ大佐の悪い予想が当たったわね。またそれかよ。俺じゃなくてお前らが俺のポットを追ってるんだろうが。捕まるわけにはいかないのよ。巻き込まれたのが不運だと思ってここで死になさい。巨大構成反応を検知、周辺を警戒。見ればわかる。ボサッとするな。危ない。行くぜ。巨大な奴が一体どこに隠れていたというんだ。ディマちゃんは敵がこっちに向かって動き始めないと何も言ってくれないみたいだし、もしかしたら他にもあんなのがたくさんいるのかも。テオの奴がどんな顔をするか見ものですね。まったく。でも結局あの人は何者だったんでしょう。角の男たちの仲間だろうな。そう考えるべきでしょう。それに多分彼らは先進惑星の人間だ。え？ん？おい、ニーナはどうした？え、そういえばさっきから姿が。あったー！え？ここが最大規模の群生地だったんですね。管理設備のようなものもある。この星で治療法のない、しかも急に流行りだした病気を治せる薬草を管理してる研究所か。最悪の予感しかしないな。その予感はおそらく当たりだ。ディベル、ライタール、
そして琴の3として実験をしろとあった。これは指示書だ。実験だと？ディベルは虫、ライタールは鳥、そして琴は薬草管理。間違いない。これはオーシリアス王国への攻撃だ。ではまさか、あの角を持った者たちはヴァイル帝国に組みしています。ラッキきついぜ。こんな目と鼻の先に帝国の患者が研究所を作ってただと？指示書の実験を我々は全て見てきた。角の女一人が隠密でできるような規模じゃない。連中はオーシリアス全土を横断している。そしてそいつらを素通りさせてる内通者がいるってことかな。まいったな。こりゃ俺もミダス様を拝み倒さなきゃならなくなるかもな。なあ、なんだってミダスはそんなに堅くななんだ。一体14年前に何があったんだよ。遺恨が深いのはわかるが、ここまで来てまだミダスが協力してくれないって思ってるのは相当だぞ。あいつそこまで不人情なやつじゃないだろう。それはここでは誰が聞いているかわからない。誰の耳にでも入れていい話じゃない。あの、すいません、ちょっといいですか？ん？あ、ああ、どうした？テオ様、この薬草は本当に大切なものなんです。お願いですから薬草の群生地を傷つけないようにしてください。そうじゃないとまた大勢ヘルガー配下病で死んでしまう。心配するな。ヘルガー配下病をどうにかしたいのは俺も同じだ。その薬草技術管理員に持っていくんだな。はい、レティシア様の紹介で。薬草は必ず守る約束だ。君は一刻も早くより多くの人を救える方法を見つけてくれ。はい、よろしくお願いします。とはいえ、家で同然に出てったレティが前触れなく戻ったら王都の連中が面倒な反応しそうだな。俺も王都まで同行するか。本当？テオ兄、この研究所のことだけでも部下に任せていい話じゃない。それに俺が王都に行けばさっきのレイの質問にも答えてやれる。あとこれだ、クロエ・キャナリスだったな。オーシディアス王都から
そういう名前の女がいると連絡があった。本当か？彼女の情報を教えてくれたの誰だと思う？なんとネヤンなんだ。え？何か問題なのか、そいつ。王国騎士団の参謀長で国内の治安維持の責任者なんです。最初はバルダーの避難民として保護されたらしい。だが異様な風体とあやふやな言葉、それに捕まった場所のせいで患者の疑いをかけられているようだ。なんだって？おい、手荒な取り調べされたりしてないだろうな。大丈夫だ。俺が行けばレティとアビーだけで行くより少しはネアンにも早く話が通るだろう。あんたも忙しいところ悪いな。レイたちがもたらしてくれたことに比べりゃ何でもないさ。それでいつ立つ？すぐにでも。了解。全速で後片付けを済ませよう。コトリス山の剣世話。ん？アベラルドのやつが見当たらないな。探してみるか。アベラルドか。テオと合流前に話でもしとくか。ようやく仲間と会えるというのに顔が暗いな。お互い様だろ。お前らだってようやくミダスをオートに連れて行けるのに全然嬉しそうに見えない。まだ何かを成し遂げたわけでもありません。これはただの第一歩です。俺もさ、すぐに故郷に帰れるわけじゃないしな。レイ、そのことなんですが。わかってるよ。不安そうな顔するなって。レイ、仲間だろ。とことん付き合うさ。ありがとう、レイ。クロエと会える。みんなまだ準備できてないのか。町の入り口のところで待っとくか。どうしたエレナ。却下されることを承知で進言します。クロエと合流できたらレティシアさんたちとは別れましょう。お前にしては面白くない冗談だな。クロエの救助とミダスさんを王都へお連れすることはトレードのはずです。テオさんのおっしゃる通りならこの国は間もなく戦争になり、敵国には正体不明の先進惑星勢力がいます。これ以上事態に関与すればレイとクロエの安全確保に問題が生じます。なんとかなるって。頼りにしてるぜ、レイ。兄貴が助けに来るまでまだまだ時間がある。それにニーナはお前を頼りにしてるんだ。今さら契約終了だからさよならなんてできると思うか。私はレイの副官としてするべき進言をするだけです。判断には従いますよ。含みのある言い方するな。大丈夫だ、引き際は心得てる。そう願います。レイ、エレナさん、お待たせ。ああ、よし行こうぜ。ええ。やってやる。
前方敵だ。オーシディアス王とか都会に行くなんてちょっと緊張しちゃうな。王都へはコトリス地方からオーシディアス街道に入り、そのまままっすぐ進むと着きますよ。結構距離がありそうですね。周囲のモンスターには注意しながら進みましょう。ほい。離脱を確認。この先が引き続き警戒せよ。しかし、さすがはフィルベルト様の娘さんだ。ヘルガー配下病の治療法を見つけちまうとはな。私だけの力じゃありません。大勢の人たちに助けてもらう。それにこれからもたくさんの人の力を借りないとこの病気をなくすことはできないんです。このまま東へ進みましょう。もうすぐで着きますよ。離脱を確認。引き続き警戒せよ。オーシディアス王国とバイル帝国は開戦間近とのことでしたが、どこで誰が聞いてるかわからない。俺が何か言ったら公のこととして受け取られちまう。でどうなのでしょう。まあ一触即発だ。あまりにも帝国側の無法が過ぎる。海でも陸でもやたらと圧力をかけてきている。手を閣下としてはそうおっしゃるしかないのでしょうね。これから向かう王都に戦火が及ぶ可能性はあるのですか。それこそ騎士で将軍で王族の俺が王都が危険だなんて言うと思うか。エレナ、その辺にしておけ。行けばわかることだ。はい、少し気になったので。ご無礼をお許しください。いいって。こっちもレティに味方してくれるやつを危険な目には合わせたくないからな。悪いな、こいつ心配性なんだ。いい仲間じゃねえか。大事にしろよ。やってやる。美しい都ですね。見た目だけだ。引き返すなら今のうちだぞ。ここまで来てそれはないだろう。ええ、ご事情は理解しますが、私はレイの判断に従いますので。分かってる。仕事。下に見えるのが王城です。向かいましょう。近くで見るとすげえ迫力だな。驚いた。
みんなレティシアの顔知ってるんだな。レティシア殿下。ネアン、出迎えありがとう。テオ殿から知らせをいただいた時には心臓が止まると思いました。アベラルド殿も何を考えておられるのですか。姫もお考えあってのことで。友をたった一人しかつけずにうろつき回ることが短慮でなくて何だというのですか。落ち着けネアン。こうして無事に帰ってきたんだし、レティシア様は無茶をしたなりの成果を持ち帰られた。その成果も正当な過程を経なければただの不安要素です。ガタガタうるさいやつだな。これだから王城は嫌なんだ。どちらへ行かれるのですか。いい加減腕の話をさせろ。腕を見られるところで待ってる。一体あの男は何者ですか。殿下にあのような不遜なものの言い方を。良いのです。あのお方がミダス・フレグリード様です。失礼のないようにしてください。ミダス、ミダス・フレグリード、あの方が。ネヤン、長い間王城を留守にしたことはお詫びします。ですが今はまずテオ将軍が知らせた件についてお願いがあります。ああ、バルダー近くで捕らえたもののことですね。レティシア殿下に妙な協力者がいると聞いていますが、それがあなた方ですか。このお二人がいなければ私の旅は困難を極めていました。国にとっても恩ある方々です。さようでしたか。ではとりあえず殿下が帰還されたことを諸将に通達。無用です。まずはお二人のご友人と面会できるよう取り計らってください。ですが殿下、私が不在であることをテオ将軍からの連絡があるまで把握していなかったのでしょう。知らせがわずかに遅れて何か問題が。承知いたしました。ですがその者は今城塞都市バルダーにて捕らえておりますので、すぐというわけにはいかないのです。釈放するよう取り計らってください。お気持ちはわかりますが、この場ではその者を釈放するとお約束はできません。会議室までおいでください。詳しい話はそこで。よくあそこで何も言わずに我慢できました。レティシアもテオも約束を守ってくれようとしたんだ。あそこで俺が突っかかったら話がややこしくなるだろう。それでも何か言ってしまうのではないかとハラハラしました。レティシアのあんな姿見たら無茶は言えないだろう。お父様はおいでではないのですか。国王陛下はベルトランド大佐の要請でバルダーにて最前線防衛の指揮に赴いておられます。何ですって。王様が最前線にいるって危険じゃないのか。バルダー大聖堂に国王旗を掲げて陛下がおられることを示している。手を出せばただではすまんとこちらから警告しているのだ。確約はまだないが、ミダスの協力があれば話は変わらないのか。三賢者だったんだろう。その程度のことで状況が好転するほど事態は甘くない。ミダス様のためだけに現在の編成を崩せば、それはそのまま帝国に付け入らせる隙になる。レディ、そもそもミダス様に一体何の協力をさせるつもりだ。ミダス様の下に理術士部隊を編成するなんてことを考えているなら俺は反対に回るぞ。それにレティシア殿下が親しく交わられているその者が帝国の患者でない保証はどこにもないのです。彼らは決してそのような人間ではない。私は殿下とアベラルド殿を信じていますが、王都の防衛は
王帝ロンベルト・クレムラート公爵が全責任を負っておられます。親父の管轄下で勝手すれば、俺だってレイとエレナの安全は保証できない。ですから何事もバルダーの緊張が落ち着いた後でないと。言いたいことはわかるが、戦争はまだ起こってないんだろう。貴様に何がわかる。確かに国内にスパイに入り込まれて、主要都市を荒らされて、王様が最前線で睨み聞かさないといけないのに現状維持を貫く気持ちはわからんな。手厳しいな。鼻からレティシアのやることなすこと意味ないって決め込んでるようだが、王女が国のために必死にあがくのがおかしなことか。ネア、テオニー、お父様の勅許があれば、叔父上や諸将も納得してくれるかしら。殿下、状況から考えて、突然現れたミダス様や一捕虜の待遇の上申など、簡単にお父様に取り継がれるとは思いません。私が直接伺うのが最も近道です。お待ちください。今殿下がバルダーに入城すると、いろいろな混乱が。国の未来に関わる大切なことです。大丈夫、いてもいなくても変わらない私が言ったところで誰も混乱しませんよ。アベラルド殿、テオ殿。姫がこう言い出したら何を申し上げても聞きませんので。だな。今バルダーに入るには誰であれ許可証が必要だ。ネアン、出してやれよ。ほっとくと何するかわからないぞ。仕方ありませんね。ですがバルダーが危険な状態なのは本当なのです。くれぐれもお気をつけて。ありがとうネアン。手をね。悪いな、さすがにバルダ。大丈夫、少しでも危険を感じたら。分かってるわ。アビ、善処しよう。最初から諦めるなよ。なレイ、お前だけが頼りだ。善処する。おいおいおい、レイ、一度ミダス様のところに行きましょう。多分技術管理員にいらっしゃるはずです。技術管理員は城を出て東側に進んだところにあります。東側が管理員です。ミダスおじさん、おとなしく待ってますか。ここから東に見えるのが美術管理員です。どんなところなんだろう。お前がレティシアにあれを見せたんだな。姫が思い詰めていらっしゃったので、私も騎士団や帝国の様子を見て必要なことだと思ったんです。ガキにつまらん夢を見せるな。おかげで王都に来る羽目になっちまった。ん？ミダス様、メルティア委員長。レティシア様、無事のご帰還何よりです。あんたは？お初にお目にかかります。オーシディアス理事管理員委員長、メルティアと申します。皆さんのことは今ミダス様から話を。おい、ネアンとかいう男との話はどうなったんだ。実はこれからすぐバルダーに行くことになった。おい、俺はアベラルドとエレナのサポートをするとは言ったが、意味なく危険な場所に行くってんなら約束はなしにさせてもらうぞ。俺とエレナの仲間のクロエがバルダーに捕らえられてる。
それを迎えに行かなきゃならん。俺たちにとって意味のあることだ。国王の前で調子よく使われたらたまらん。俺はここで待ってる。さっさと仲間を連れて戻ってこい。ああ、悪いな。ミダス様のことよくわかってるみたいですね。ん？また時間があるときにゆっくり話しましょう。まずはあなた方の目的のために行動してください。まだ時間はあると思いますから。では急ぎバルダーに向かいましょう。時間がないのは間違いありませんから。このオーシデアス平原を南へまっすぐ向かうとすぐ城塞都市バルダーに着きます。城塞都市ね。バルダー首相、これが騎士団3部。レティシア殿下の確認が取れました。国王陛下が。承知した、姫。向こうがヴァイル帝国。何のための戦闘、何のための軍備なのだ。デュマちゃん、また突然だな。お前ならここから奴らがどんな軍備してるのかわかるんじゃないか。同じ種族同士でこの軍備が衝突すれば種の個体数が大規模に減少する。何のための戦闘なのか。本当に何のためなのかしらね。オーシディアス側もバイル側も空の色に違いはないのに。今は目の前のことに集中しよう。あまり大きなことばっか考えすぎるな。ええ。レティシア様。ベルトランド大佐、お久しぶりです。お父様は奥でお待ちです。アベラルド殿、友の皆様もどうぞ中へ。先ほど定例の作戦会議が終わったところです。
お父様、気球の折、時間をいただきまして申し訳ございません。ああ、よくぞ戻った。わしが至らんばかりにお前には苦労をかけたようだ。友の者たちを紹介してくれぬか。はい、私の旅を支えてくれた大切な仲間です。レイモンド殿、エレナ殿、そしてニーナ殿です。皆立ってくれ。娘が世話になった。そなた、フィルベルトの娘か。覚えていてくださったのですか。忘れるはずがない。マーキスは息災か。はい、元気にしております。お父様、ご報告申し上げます。ニーナ・デフォルジュ殿はヘルガー肺下病の治療法を発見されました。それはまことか。いえ、私一人の力じゃなくて、父さん、父やマーキス先生、レイやエレナさんに助けてもらったからです。また今オートにミダス・フレグリード様をお招きしております。なんと、ミダスが。協力の確約はいただいておりませんが、ミダス様をお招きできたこと、ニーナ殿が肺下病の治療法を発見できたこと、何より私とアベラルドが無事にオートに戻れたこと、すべてレイモンド殿とエレナ殿のお力によるものです。おお、そうか。わしからも礼を言わせてもらう。娘が世話になった。どうも。レイ、恐れ入ります。陛下、もったいないお言葉です。お父様、レイモンド殿の仲間のクロエ・キャナリス殿が帝国の艦長との疑いをかけられ、バルダーに囚われておいでです。お二人の功をねぎらってくださるのなら、どうかその方を釈放する勅許をいただきたいのです。すぐに釈放するよう取り計らおう。ベルトランド、レティシアが良き知らせをたくさん持ってきてくれたぞ。よろしゅうございました。皆様はこの後どうされるのです。将軍やお父様のお邪魔になってはいけませんから、クロエ殿が釈放されましたら王都に戻ろうと思っています。もう日が暮れよう。心情を用意させるゆえ、出発は明日にしてはどうだ。万一の時、軍人ではない我々がお邪魔になりはしないでしょうか。このバルダーにも帝国の患者は入り込んでおる。レティシアの動静も見られておるだろう。ならば日の出ている時間に移動した方が比較的安全だ。なるほど。それに囚われた友というものも、長い間牢にいたのならすぐに動かすのは酷であろう。久方ぶりの再会なのであれば、語り合う時間も必要ではないか。お気遣い痛み入ります。ではそのように。ベルトランド、クロエとやらを釈放するよう牢番に伝えよ。それとレティシアたちの心情を用意してやるのだ。承知いたしました。ではローマで参りましょう。私が直接出向いた方が話は早く進みますから。無事でいるんだろうな。安心なされよ。バルダーでは捕虜の扱いは慎重を期している。ここで捕虜の扱いを間違えれば、帝国に救出の名目を与えかねない。戦争がなけりゃクロエが無事じゃなかったかもしれないってことか。ここから西へ向かえばすぐ。彼女は突き当たりの牢です。あちらに。クロエ！
嘘、本当、そんな、レイ、レイなの？本当にレイなの？ああ、俺だ、クロエ、無事でよかった。レイ、レイ、よかった。もう、二度とここから出られないんじゃないかって。私、よく無事でいてくれた。もう大丈夫だぞ。案外元気そうだ。やっぱりコミュニケーターもデバイスも壊れちまってたんだな。ポットのコンピューターも電子機器も全部あの電子パルスみたいな攻撃でダウンしちゃって、ポットも海に沈んじゃったんだ。だから私本当にもうダメなんだって。それで本当によく無事でいてくれた。もう大丈夫、兄貴とも連絡がついてる。もうすぐ助かるぞ。アントニオが助けに来てくれるの？ああ、安心しろ、ここからは一緒だ。あの方がクロエさん。ええ、顔色も良さそうですし、特段異常はなさそうでよかった。そうですか。彼女が、レイがずっと探していた。レティシアさん。いいえ、何でも。大佐、クロエさんを釈放してください。承知いたしました。彼女は言葉も曖昧なようで、扱いに困っていたのです。それでしたら問題ありません。私か霊が付き添えば、言葉は通じるようになると思います。そういえば、霊もエレナさんも空の向こうから来たのに、言葉は普通に喋ってるよね。まあ、いろいろ理由があるんです。ニーナさん、すみませんが、一緒にクロエの様子を診察していただけませんか？はい、任せてください。宿までご案内します。どうぞこちらへ。本当に、よかった。泣くなって、もう大丈夫だ。宿屋でゆっくり休ませ。2階の部屋を手配してあります。こちらの部屋をお使いください。何かご用がありましたら、表の者に何なりとお申し付けを。ありがとうございます、ベルトランド大佐。さあクロエ、まずは簡単な健康診断をしますよ。は、はい。あの、私ニーナって言います。私はレイとエレナさんの仲間で、この国のセレオ理術師なので、安心してください。よろしくお願いします。ありがとう、クロエと合流できたのはレティシアのおかげだ。私自身は大したことはしていませんよ。レティシアとアベラルドがいなければ、俺たちはクロエがバルダーにいることだってわからなかったんだ。感謝してもしきれない。貴様が素直だと、逆に気味が悪いな。本気で感謝してる時くらいは素直に受け取れっての。もちろんミダスのこととか、これからも協力できることはしていくからな。これで終わりなんてのは逆になしにしてくれよ。それじゃあレイ、少し相談があるのですが、よろしいですか？もちろんいいぜ。おい、アベラルド。アベラルドはエレナさんとニーナさんの手伝いをしてあげて。その…承知いたしました。あまり歩き回られないようにしてくださいね。姫の相談に乗っ
って差し上げてくれ。あ？ありがとう、アベラルド。それで相談って何なんだ？ここではちょっと。城塞の東の端まで来ていただけますか？話はそこで。あ、ああ。城塞の東の端？そういえば北東に通路があったような。行ってみるか。ここに何があるんだ？何がというほどのことはないのですが、ちょっとだけ付き合ってください。大丈夫なのか？こんなところに上がって。そんなに遠くありません。すぐですよ。アベラルドに怒られない範囲で頼むぜ。レイまでアベラルドの顔色を伺わなくても。アベラルドだけなら気にしないんだが、親父さんに告げ口されてクロエの釈放がなしになったら困る。もうそんなことにはなりませんよ。もうすぐです。いい眺めだな。でしょ？私が一番好きな場所なんです。こっち側はヴァイル帝国側だろ？大人の言葉が分かる年齢になった頃にはもうオーシディアス王国とヴァイル帝国の中は険悪なものになっていました。こうして同じ空の下にある同じ人が生きている世界なら、せめていがみ合わずにいられないのかって、ここに来るたびに思いました。理想をくじくようで悪いが、空の上の世界でも人間は未だに争い続けてるぜ。それは残念ですね。オーシリアスの王族とヴァイル帝国の皇族は隕石関係にあったんです。テオニーのお母様の妹、テオニーにとって叔母にあたる方が現ヴァイル皇帝ボルドールの皇妃でした。でしたか。15年前、全世界的にフェルガー配下病が流行しました。その折に罹患し亡くなられた。それからです、王国と帝国の関係がギスギスし始めたのは。なるほど。当時帝国から王国に世良理術師派遣の要請がありました。帝国の理術師の数はとても少ないのです。王国はその派遣要請を断りました。王国内も決して予断を許さない状況だということを言い訳に。なぜ今それを俺に？黙ったままでいたくなかったんです。そういう正直さは今後あだになるぞ。楽しく旅をするならレイには正直でいたいんです。いい眺めだな。でしょ。そろそろ戻りましょうか。アベラルドたちが心配します。ラッキー。
町はこっちじゃないな。そろそろ休むか。宿に戻ろう。悪いな。力抜けちまった。早く休むか。あの丘は私の。いらっしゃい。ここは城壁に囲まれてるから。夜はまた来るぜ。クロエさんの診察も終わったようだ。